それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。前回はから、高速乗算法の話題に入ったわけですけれども、前回は唐津波の乗算アルゴリズムについて紹介しました。その中で具体的には整数の乗算アルゴリズム、それから一変数多項式の乗算アルゴリズムについて紹介をしました。で、今回がこの授業の最終回ですけれども、今回はその高速乗算法の、さらに進めた方法としまして、高速フーリエ変換に基づく方法を紹介します。で、ここではまず、離散フーリエ変換について説明した後で、それに基づくその高速フーリエ変換を紹介します。で、最後にこの FFT を用いた一変数多項式の高速乗算法を説明したいと思います。今日はテキストの第6章ですね、セクション 6.1 の多項式の評価と補完というところから始めます。で、テキストを持っている人は85ページから開いて、こちらも確認しながら進めてください。で、まずここではですね、最初に多項式の表現ということについてちょっと触れておきたいと思います。で、多項式はですね、皆さんよく書く書き方というのは、fx をこのスライドにありますように anxn 乗プラス a 点点でときて a1x プラス a0 というような書き方をすると思いますけれども、これは、係数表現と呼ばれる表現でして、で、この授業 そのアルゴリズムの中では、例えばそのこの fx の多項式をこの a0 から an の、係数の組としてこう表したりしているわけです。で、ところが、この多項式、例えばこの今回挙げている一変数多項式の表現はこればかりではありませんで、例えば関数値表現といったような表現もあります。で、これはどういうものかというと、x0 から xn の n プラス1個のですね、x の値に対して、そのこの関数 fx、多項式 fx に、それぞれ x0 から xn を代入した値ですね。で、これの組で表すと。こういう n プラス1個の点の値で表すという方法もありまして、で、これもその和関数値表現というふうに呼ばれます。で、大事なことはですね、どちらの表現であってもこの ng 以下の多項式を1に表すというところが重要な点です。で、この係数表現と関数値表現こうですね、それぞれを求める片方からもう片方を求める計算というのが、それぞれ評価と補完という言葉で表されています。で、まず係数表現ですね、左側の係数表現からその右側の関数値の表現を出すことを、一般に評価というふうに呼びます。で、逆にその関数値、与えられた関数値の表現からその係数の表現を得ること、もしくはその計算を補完というふうに呼びます。で、この補完に関する定理として知られているのが、その多項式の補完の一位性と呼ばれるもので、これはテキストの定理 6.1 に述べられております。で、これはですね、その、係数表現からですね、関数値表現を得るのに、実はある線形写像が存在するというもので、しかも、この線形写像というのを、今のような係数表現を元にする規定とする行列で表しますと、ちょうどこれ皆さん覚えている人もいるかもしれませんが、ファンデルモンドの行列として表されるわけです。で、このファンデルモンドの行列の性質については、線形代数を勉強した時にも触れたとは思いますけれども、この xi ですね、このファンデルモンド行列に現れるこの xi の値が、互いに異なれば正則であるということが分かっていますので、このことからその、異なるですね、n プラス1個 の点 x の値が あって、で、それに対する f の値というのが分かっていれば、その多項式 ng 以下の多項式の係数と、それから、その関数値の表現の間には1対1の対応があるということが分かると思います。で、ここでこれから問題にするのが、先ほどその多項式の評価と補完というところで触れました多項式の評価の問題です。
具体的にはその与えられた多項式 fx にそのある値を代入したとき、代入したその fxi という値を求めるそのにどのぐらいかの計算の手間がかかるだろうという問題なわけです。で、その評価に関しては例えばこの授業ではこの授業でも触れましたけれども、このホーナー法ですね、ホーナー法という法がありました。でこのホーナー法の計算量で例えばその、1点1個の値をですね、その N 次の多項式に評価し代入して評価した際の計算量というのはオーダーの N で与えられ見積もられておりました。ですので今回のようにその X0 から XN っていう N プラス1点のその値をこう代入ホーナー法で代入してそれぞれ の値を求めようと思うと、その計算量の合計というのはまあ、オーダーの N2 乗にで N2 乗の計算量に比例する計算量なわけです。で、逆に補完の際にも、補完の方法はこの授業では触れる機会がありませんでしたが、秋学期の、計算基礎学2の方で触れる機会があると思いますけれども、例えばラグランジュの補完公式と呼ばれるような補完法ですね、今日はちょっと時間の都合で触れませんが、こういう方法を使うとやはりこの補完法による計算量というのはオーダーの N2 乗であることが知られています。ということで、古典的なその多項式の評価や補完の計算量というのは大体その与えられた多項式の次数の2乗に比例する手間がかかるということなんですけれども、今日の話はですね、もっとその効率のいいアルゴリズムが存在するというところから話を始めたいと思います。で具体的にはどの程度の計算量かというと、オーダーのログ N、ログ、N ログ N ですね、という計算量になるということです。で、仮にですね、その多項式の、その評価や補完が効率よく行うことができると、その多項式のそれが加算や乗算の効率化にどう生かされるかというのを次に説明したいと思います。で、ここで例えばですね、この FX 多項式与えられた多項式 FX と GX を N 次の多項式として、でその FXGX の係数表現に対してその異なる x0 から xn という点を選んでそれぞれ値を代入したこの関数値表現を得たものとしましょう。でこの時にその例えばですね、この fx と gx の加算を求めたいと思ったら、この関数値表現を使ってその x0 における fx0 の値と gx0 の値を加える。で同じようにその xn における fxn の値と gxn の値を加えると、そうしますとこれは実はfx プラス gx っていうその新しい多項式に対する関数値表現なわけですね。そうするとこの関数値表現を補完で戻せばこの fx プラス gx の係数表現が得られるというわけです。で、あと、もう一つ積のことに関して言えるのは、今度はそのこの fx と gx のその関数値表現に対して、それぞれの値ですね、例えば x0 における fx0 と gx0 の積をどんどん計算していきます。でこういった積は畳み込み積、コンボリューションと呼ばれるもので、多分他の分野でも名前聞いたことがあるかもしれませんけれども、こういうですね、その、畳み込み積からですね、実はこれを補完で元に戻すとですね、fx と gx の積の多項式になると言ったりするわけですね。で、実はここ今分かるようにこの関数値表現における各点の和とか積の値っていうのはオーダー n の計算時間で計算可能であるということに注意しておきます。っていうのはその例えばこの F プラス G の関数表現を得ようと思ったら F0 プラス G0 から FN プラス GN までの和を求めればいいですね。でその加数回数演算回数っていうのは N プラス1回の加算なわけです。で同じようにこの畳み込み積を計算する場合にも F0G0 から FNG0 という、N プラス1回分の乗算で求まるわけですね。そうするとこれはその
な伝統的なあの保管や評価の方法の N2 乗に比べれば、まあ、計算量のオーダーとしては小さいということが言えます。で、以上を踏まえてその関数値表現を使うことでその多項式の加算や乗算の効率化を図りましょうというのが、まあ、これから紹介するアルゴリズムの流れです。で結論としては合計でですね N ログ N の計算量で多項式の乗算を行うことを目指します。でそのステップなんですけれどもまずステップ1でですねその、まあ、与えられた FX と GX の多項式表現に対してでこれに N プラス1個 の値を代入することでこれを関数値表現に変えます。でここでの計算量は、オーダーの N ログ N ということになります。でそれができましたらこのステップ2でその FX×GX、これは畳込み積といって通常の積とは異なりますからそのアスタリスクってちょっと特別な記号で表してましたけれどもその FX と GX の、まあ、関数値ですね関数値の畳込み積を求めるということでここは先ほど前のスライドで紹介しましたようにオーダー N の計算量で済みます。で最後にこのステップ2で求めた FXGX の関数値表現をそのまた多項式表現に変換すると。でこの部分をオーダー N ログ N で進めます。ということで合計の計算量がオーダー ログ N にオーダー N ログ N に抑えるようにします。で、そこでそれぞれのステップで取られる具体的な方法手法としてはですねこのステップ1の多項式表現を関数値表現に変える部分にこの離散フーリエ変換というのを用います。それから逆にそのステップ3の FXGX の関数値表現をその多項式表現に変換する部分では離散フーリエ逆変換というものを用います。でしかもこの離散フーリエ変換や離散フーリエ逆変換というのは高速フーリエ変換という方法が知られていまして FFT って略するんですけども、まあ、これを使うとオーダーログ N、N ログ N の計算量で高速に変換することが可能になります。今日はこういう流れで話を進めたいと思います。ここまでいいでしょうか。